松阪市森林公園で行われた平和音楽祭 in 松阪の様子。音楽や戦争体験者の話を通して戦争の悲惨さ、平和の尊さを訴えるイベント2008平和音楽祭 in 松阪が開かれました。平和音楽祭 in 松阪は三重県商工団体連合会の青年部などで構成される平和音楽祭実行委員会が主催しました。去年に引き続き今回で2回目です。平和音楽祭にはイベントの趣旨に賛同した県内のアマチュアミュージシャン5団体が演奏しました。私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから。また新たな試みとして原子爆弾の被爆者の一人、吉岡清美さんが被爆体験を語る講演会も行われました。吉岡さんは原子爆弾によって奪われた実の妹の命や故郷の景色など戦争の悲惨さについて語りました。原子爆弾が落ちてきました。あっという間です。どれもこれもみんな丸裸。小雨が降るにもかかわらず会場を訪れた人々は吉岡さんの話に聞き入っていました。あっちもこっちもできてる。音楽祭だけではなく、また今回は、被爆者の会の方に語っていただいたのが非常に貴重な体験だったと思います。会場の皆さんの様子はどうでしたでしょうか。生の貴重な体験が聞けて非常に有意義だったと思います。